やればねせよ、修正みだ。本日なんですけど、本日は2月25日、メガ割りの方が始まるんですけども、そちらで絶対買いの商品の方を皆さんの方にシェアしたいなと思います。それ早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、2月25日、ついにね、メガ割りの方がまたね、今年も始まったんですけども、もうこれ絶対買いだよっていう商品があって、僕もね、狙ってて、まあシェアするか悩んでたんですけども、まあ多くの方が買う方、まあコスメ好きの方は狙ってる方多いんじゃないかなと思っていて、まあ知らない方がもしいらっしゃいましたら、まあこの機会に皆さんの方にシェアして、まあ共有したいなと思ってるので、この動画でちょっと参考にしていただければと思います。で、まあ早速なんですけど、まあ今回のメガ割り、まあまた3回あるんですけど、まあ早速商品が気になるかと思いますので、商品紹介したいと思いますね。で、まず一つなんですけども、センテリアン24ですよ。センテリアン24の勢いがすごすぎるっていうので、まあ今回このメガ割りで、センテリアン24の商品を購入しようかなと思ってるんですけども、まあ、いろいろねマデガクリーム再生クリームとかね、まあ強い会社だったりするんですけども、センテリアン24の会社をまあ皆さん今回僕の動画初めて見る方もいらっしゃるかと思いますので、センテリアン24の会社がどういう会社かっていうのを皆さんの方に、まあ、ざっくりと、まあ、分かりやすくちょっとシェアしますね。で、センテリアン24って会社は韓国の薬のメーカーが作ったコスメの会社みたいな感じなんですよ。まあ、みたいな会社って会社なんですよ。で、そこで、まあ、もともと技術は薬の技術を持ってるんですけど、で、薬って外国に売れないじゃないですか。なので、その薬の技術をコスメの方に持ってきて、この再生クリームを作ったっていうので、韓国でもめちゃくちゃずっとバズってるんですよ。もうすごく有名。もうドラッグストアとか行くと、オリーブヤングとかロブスとかね、ララブラとかね、そういうとこ行くと、もうないんですよ。なかなか買えないんですよ。なので、まあ、インターネットとかで買うんですけども、で、今回僕が Q10 と、まあ、韓国のサイトとかの方も調べてるんですけど、現状、最近 Q10 が、韓国のサイトより安くなってきてるっていうのが現状で、まあ、Q10 の買った方が安いんですよね。はい。なので、まあ、今回僕が欲しいものが、ちょっとシェアしたいと思いますので、シェアさせてください。はい。で、今回はこちらですね。はい。マデカリンクルキャプチャースティックってやつなんですけども、まあこれ知ってる方いらっしゃいますかね。こちらの商品なんですけど、知ってたらかなり通かなと思いますね。このスティック状っていうのって、まあ夏とか結構流行ったりするんですよ。で、まあそのスティック状っていうのがもうここ最近ずっと流行ってて、まあカバンの中に気軽に入れてさっと使えるっていうのが、まあ主流になってきているので、まあスティック状にどんどん変わっていってるんですよ。韓国のコスメのオリーブヤングとかでもスティック状がもう本当に多くなったっていうので、まあ、そういう現状なんですけど、スティック状の方を各メーカーが作ってきてるんですけど、これがマデカが入ったシワの改善スティックなんですよ。で、まあ、気軽にシワ改善スティックパッパッパッってできるので、まあ、化粧してる方もおすすめだし、シワを今から出てくるのを抑えたいっていう方にも、もう改善方法にもすごくいいので、ぜひ若い方にも使ってもらいたいなと思っていて、まあ、早いうちから使っておくともう全然違うので、これはもう断言できるので、早いうちからコスメは効くものを使った方がいいかなと思います。で、そのね、今回のこのセンテリアン のスティック状のことを言ってるんですけど、もっと手軽に、もっと早く、もっと確実に、もっと濃く、もっと力強くっていうね、まあすごい、これだけでもすごいキャッチーなんですけども、まあ、速度集中とかね、なんですけども、もう中に入ってる成分が薬並みなんですよ。いや、それは効くだろうっていうね。なんか僕がセンテリアン24の商品をまあいろいろ使ってるんですけど、いや、効かなかった商品がまずないですよ。もう本当にこれは。で、まあ、一応実験の方もしていて、シワ改善の効果が使うのと使わないのだと、まあ2倍全然違うっていうので、数値でちゃんと取られてるんですよ。まあそれもちゃんとね、数値をそれ取られてるっていうのもちゃんと信頼できる数値かなと思っております。で、そのシワにね、効果がある42種類の成分の方を配合していて、まあ、それもね、結果をちゃんと数値で出していて、まあ、シワの集中改善効果にある効果を数値で出しております。で、今回ね、センテリアン24のね、成分集中っていうね、新しく誕生した、で、今回新しくね、こちらセンテリアン24の成分なんですけども、メルティックテッカっていうものを配合しております。それがね、まあ何なのかっつっても、まあすごく掘り下げていくと
すごく細かい成分配合の解説になるんですけども、まあ、それがね、まあ、独自の成分を作ったっていうので21種類の成分を配合しているってもので分かってもらえばいいかなと思います。あとさらにツボクサエキス、まあ、ツボクサエキスって言ったら先天に24がもうダントツにガーンと上に行ってるんですけども、それもさらに進化したツボクサ由来の成分を配合しております。あともう一つはツボクサ由来の成分を配合したこちらも輝く肌、ツヤ肌ですよね、ツヤ肌にできる成分もさらに配合しております。でもう一つがマデカクリームシーズン6に入っていた革新的な成分7つを入れております。すごいですよね。これを全部聞くとなるともう間違いなく聞くんじゃないかって僕思ってるんですけど、いやすごいですよね。これがゴールドスティックのものなんですけども、ちゃんと成分配合もちゃんと表記してるし、まあ、数値もちゃんと数値で検査して取ってるので、まあ信頼できるんじゃないかなと思っております。なので今回はこの商品を紹介したいなと思って、まあ皆さんの方にシェアさせていただきました。でまああとね、もっとねシェアしたい内容いっぱいあるんですけども、あんまここからどんどん詳しく掘り下げていくとすごいマニアック的な話になっちゃうかなと思いますので、まあ、そちらの方はまた気になる方いらっしゃいましたらコメントの方いただければね、その成分とか、まあ、詳しいことは皆さんの方に個々にお返しできればなと思ってるんですけど、気になる方ぜひコメントの方いただければと思います。で、はい、でもう一つがスティック状なんですけど、こちらもねセンタリー24、こちらがシミですね、シミにくくスティックなんですけども、こちらになります。まあ、どちらかというとこちらの方がまあ結構売れてるのかな、ベースになるのかなって言うんですけども、まあ、こちらの方もまあすごく売れてる商品なんですよね今ね、うん。でまあ、成分も割と主成分の方は似ております。先ほどの方のゴールの方やつの方となんですけども、こちらはシミに効く成分の方を特化したものになります。これもまあビタミンが入ってたりするんですけども、まあ、あとは肌弾力とか鎮静とか水分とか、まあ、栄養も入っていたり、まあ、いろいろその、まあ、独自の成分を作った革新的な成分の方を入れてるってものなんですけど、基本的な内容っていうのは変わらないんですけども、プラスシミに効く成分を方を入れております。こちらがシミに改善する成分なんですけども、マデホワイト、あとメラゼロ、アルファビサポボール、あとはナイアシンアミド、ビタミン B3 ですね、こちらの方を配合しております。まあ、あとねビタミンケアの方が入ってるんですけど、ビタミン C ですね、まあこういう形になっております。まあ、スティック状の方が流行ってるっていうのもあって、まあシワシミに改善するスティックなんですけども、これはもうカバンの中に入れてくるのもぜひおすすめになりますね。まあその化粧してる上からも全然使えるの で、あとまあ男性の方も今もう20代とかからもこういうスティック状のやつをまあ外にいる時にささっと塗るだけでも、まあ後に10年後とか20年後肌全然違いますから、もう絶対僕はこれは使った方がいいかなと思います。おすすめします。シワシミ改善する商品っていうのってまあ他社からいっぱい出てると思うんですよ。でなんで僕がセンテリア24の商品を使うかというと、やっぱり大きなところは薬を作ってる会社っていうところが一つですね。まあ、そこがまあ全世界にその商品を売りたいっていうところで、その一つ会社を作って、コスメ会社を作って、まあセンテリア24っていうのをね作り上げて、もう再生に特化した、再生にも40年かけてるのかな、再生特化に対した研究をしてるんですよ。まあそこら辺の信頼度もあるので、やっぱりまあ韓国内でもセンテリア24の会社に飛びつくっていうか、であともう一つはセンテリア24の薬の会社のマデカソルっていうね、もうなんつうのかな、日本で言ったらオロナインみたいな感覚なのかな、もう一家に一個あるみたいな、まあ火傷したとか擦り傷になった時はそのマデカソルっていうクリームを塗るっていうね、こういう小さいやつとかが売ってるんですけど、まあ、それだけで300円ぐらいとか400円ぐらいかなで売ってるんですけど、それが薬局で売ってるんですよ。でそれがもうすごく有名なので、そこの有名な会社のセンテリア24、そこの会社なんですよ。なので僕は使うっていうところで、韓国中でもみんな使ってるっていうか、韓国中で知らない人はマデカソルはもういないんじゃないかなってもう言うぐらいっていうか、もういないと思います。聞いてみてください、周りの友達に韓国の方がいらっしゃいましたら。それぐらい有名なマデカソルなので、そこの会社がセンテリア24のクリームを作ってる会社になります。はい、なので信用できるので、ぜひねこの機会に下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方からこういう商品だなっていうのをチェックしてもらえばと思います。あともう一つね、もう一つついでにっていうか、もう絶対これは買いっていう、はい、こちらになりますね。ドクターフォーヘアなんですけども、こちらのシャンプーになります。シャンプーだけね、シャンプーだけ、この赤のやつ、
これめっちゃおすすめだし、いやもうこれ以上のものはもう見つからないと思う。マジでいいですよ。で、まあ、これについても他の動画の方で紹介しておりますので、そちらの方も見ていただければと思いますね。はい、上の方に貼っときますので、ぜひ見ていただければと思います。まあ、こちらもね、本当にニューヨーク、ベイジン、ソウルとかでも売ってるんですけど、この泡が全然違う。今までシャンプー使ってきた中でこの泡は体験できなかったので、まあ、気になる方いらっしゃいましたらぜひ買った方がいいかと思います。1個がハマる、絶対。これはこの泡立ちはね、味わったことがない。本当になんだろ、クリーミーなんですよね。生クリームのよう、うん、生クリームのようです。なのでぜひね、ドクター・フォー・ヘアの方も下の方に、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方で見てもらえばと思います。はい、でこんな形になりますかね。 あとプラスリンスはグンタルの方を使っております。こちらの方もね、結構前なんですけどご紹介している動画がありますので、そちらも詳しく僕も試しているので、上の方にリンク貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思います。はい、でこんな形になりますね。まあ、買いたいものはいっぱいあるんですけども、まあ本当にリズ系のファーストシーセラムだったりとか、あとはラクトフィットとか、まあそういうのもいっぱい買いたいものあるんですけども、皆さんもそこら辺は有名なものだったりするので、まあ、皆さんもう僕がこうやって発信しても毎回言ってるんで、そちらの方はちょっとね今回省かせていただきました。はい、でもうね、目変わりが始まるので2月25なので、もうカートの方に入れて、もう本当に12時過ぎた時点で9点のサイトって毎回パンクするので、まあ本当にカートに入れてすぐ購入できるようにしておいた方がいいかなと思います。僕もそのようにするので、はい、で今回はこんな形で締めさせていただきます。またおすすめ商品とかありましたら、目変わり期間中に紹介したいなと思っておりますので、この商品が気になるとかありましたら、下のコメント欄のコメントいただければ、僕もねすぐね皆さんの方にお返しできますので、まあ、9点買う前にでもいいのでコメントいただければ、僕もご返信させていただきます。はい、で今回はこんな形でシェアさせていただきました。今回の動画も見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。